15番のセカンドショット。132ヤード、7番アイアンです。ティーショットはいいところ、ティーショットはいいところ、ティーショットはいいところ、ティーショットはいいところに打ってきましたけど、これは大変なところに来ましたよ。今清原さん、クラブ間違えたんですか、風ですか。そうですね、風、まあ、上り入れてね、7番アイアンでね、7番アイアンでね、7番アイアンかなという感じなんですけれども、ちょっと右に落ち出した感じですかね。かといってこのライでなかなか上げていくのが難しいし、今まあ一応ピッチエンドランの、ね、そうですね、クッションのようです ね、 ね、 そうですね、視線が低いですね。落ちてからも下り傾斜も入るんです、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 傾斜も入るんですか。途中からそうです。あ、これは非常にうまいアプローチ。いや、伸びてくるぞ、伸びてきた。あれは止まっていません。森田15番ナイスパーセーブです。依然佐田谷との差はワンストロークです。7番出ます。森田、トップの佐田谷をワンストロークで追っています。グリーン右からのアプローチです。落としどころちょっと斜面が、ね、ありますよ ね、 右から、はい、このここに斜面があります。日本に専念するというシンジェ、今日伸ばしてきています。さあ、そして17番ティー、森田梨香子が来ました。ここはどれだけ振ってくるか、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 振ってくるか。あー、出ませんでしたね。ちょっと突きがなかったですね。佐田谷選手も同じようなところ行ったんですけれども、はい、彼女はマウンドで左にキック。現在佐田谷との差、連覇を狙う森田梨香子は2ストロークの差に開いています。守備60台っていうのはね、 LPGA では必須ですからね。はい、17番右のバンカーから森田、ピンまで117ヤード、ピッチングウェッジまで117ヤード、ピッチングウェッジまで117ヤード、ピッチングウェッジです。これはさあ止まらないか。ここは18番レイアップしています。伸びてきたぞ、来るか、ギャーと右を抜けて。そして最終組2ストロークの差、森田。組2ストロークの差、森田。組2ストロークの差、森田。パーセーブしました、17番。なんとかつなぎましたね。さあ、そして森田梨香子、イーグルならば佐田谷を捉えます。横風ですね、右から2メートルですね。もうちょっと後ろから風欲しいですね。初日2日とバーディー、しかしここはイーグルが欲しい森田です。そんなに左に行かなければ大丈夫。はい、あー、そうですね、ちょっとこの岩の真ん中から前の岩ぐらいまで来るといいんですけどね。さあ、そして森田梨香子、清原さん、いかがですか。ドライバー持ちましたよ。
248ヤード風は右からの横風です。昨年は8つのイーグル、うち半分でイーグルを取った試合では優勝しました。スプーンでは届かないと思ってチャレンジしますね、持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 ってチャレンジしますね。さあ勝負、いや砲台の分だけというところでしょうか。そうです、いやでもナイスチャレンジですよ今のは。まっすぐ飛んできました、佐田谷とは2ストロークの差。彼女はねスプーンは230なんです。だからねスプーンじゃ届かないんですよ、それを分かっていて、やはり自分はここはイーグルしかないということでチャレンジしてきました、はい、さすが。私にしか狙えない連覇ですから、もちろん狙うという森田理香子。その森田は2ストローク差。まあしかしやっぱりこの人が今年も女子ツアーの中心選手になるというのは、はい、もうこの3日間で見せてくれましたね。そうですね、まだでも、あれチップインだったらプレーオフですからね、分かりませんよ、狙ってくるでしょうね、はい、私もそう思います、はい。今のセカンドショットをご覧いただきます、はい、決してね、ええ、まあライは悪くはなかったですけれども、そうなんです、ライちょっと微妙なんでね、考えたところもあるんですが、はい、思い切ってきましたねこれ。ドライバーであそこまでねしっかり捕まえて素晴らしいショット。このバーディーだけじゃ意味がないっていうのは十分分かっています、はい、でバーディーが取れなくてパーで2位タイであってもあんまり関係ないんです。だからもうこれは入るしかない、入れるしかない、自分のその欲しいものは入れた後にしかないっていうことを十分意識して狙ってくると思います。昨年優勝、そして今年も2年続けて開幕から最終組に入りました森田理香子。さあ勝負の第3打となります。ちょっと強く入っちゃいましたね。まあ、いずれもセカンドサードショットとトップを捉えるために勝負に出ました。奥からの第4打です。ナイストライですね、奥から少し下ってるんですけれども逆目が入るのでしっかり打たなければいけないラインでした。ナイストライです。昨シーズンは6月までに3勝を挙げましたがその後勝ちはありませんでした、まあ、しかし最終戦の前のエリエルレディースで17番のあのイーグルパットがあって再び横峯さくらを逆転、130万円の差で初の賞金女王を手にしました。三塚は1オーバー。ありがとうございます。連覇はなりませんでしたが昨年の賞金女王、最後まで見せ場を作りました。森田18番パーでホールアウトしています。6アンダーは2位タイで森田の開幕戦は終わりました。そして2014年女子ツアーの開幕戦はタイの里谷が8アンダーで勝ちました。ツアー通算2勝目を挙げています。